はい、じゃあやっていきたいと思います。だいぶまあ喉の調子もあんま良くなってないかもしれないけど、うん、咳はあんま出なくなってきましたけどね。うん、ペルソナ Q もやりたいしね。うん、じゃあ行こう。グー、あれあっちの端っこもなんかある。グヌー、毛量だ、殴っとけ。毛量が一番弱いのかな、うん、分かんないけど、うん、シューン、オッケー。金どうなってんの。2800円ぐらい。ん、うわ、あ、なんだっけこれ、氷結ブレイクを使うことで敵の氷結攻撃を無効化できる。うん、これなんだったっけ、ペルソナにあったよな。うん、円封鎖だな、そういえばこいつ。うん、やってみますか、じゃあ。うん、酸化あんまり使わないんだね。何ターン、一ターンか。うん、さすがに。マッスルボンバー、激アツ。デビルアナライズやってみっか。やってないよね、そういえば。これ普通にアナライズ、名前しかわかんねえ。あー、これあれか、いいね、こういうことか。ほら、あ、マジか。普通に殴りに行った方がいいか。なんで青くなってんの。なんかしょぼんってなってて。17、いや、回して、で俺が殴る。ああ、なるほど。敵は怯えている。ああ、怯えてるのか。そういうことか。地道に行くぞ。回して。15。これいけるかな。あ、戻った。いや、念には念を。もう一回貼っとけ。クリティカル。へえ、なるほど、便利だね。うん、 MP をちょっと使ってしまった。行こう。こっち先行ってみる。へえ、なるほど、ブレイクか。うん、敵次第じゃかなり強いね。うん、どりゃ、まず敵を減らす。回して、凍りませんな。どうしよう。うん、グフー、怯えている。なるほど、こっち先、もう一回殴っとけ。オッケー、
あれは何？アトマポイント。なんだあれ、マスターってのになったけど。戦術の幅を広げた。アギ。火炎ブレイク。へぇ。倒した敵を食らい、アートマポイントを獲得。へぇ、そういうのあるんだ。すげぇな。さまざまなスキルを習得。あ、俺とアルジラさんももうちょいで覚えそう。うん。装備することで、あーなるほど。やってみましょうか。そうだ、これ四角でメニューなんだよね。うん。俺は変わらず。え？アセットか。アギ、これか。火炎ブレイク。ほう。技4個まで。ワンキャラ4個までですかね。うん。増えんのかな、これは。俺はなしと。一応、アルジラさんも見とこう。うん。デビルアナライズ。効果をちょっと見たいんだが。答え情報を調べる。うん。出てないやつは調べられんっていうことなのかな。あ、ちょっと体力回復しとこう。うんうん。チラッチラ。演出かっこいいな。 MP なくなってきたらちょっと自重しようかなと言いつつ普通に撃つ。回して じゃあじゃあ、あ、ダメだった、ごめん。うむ。上がりましたね。うん、うん、さてどうしよう。力、体力、速度、うん。おお。スタタタタ。ガシン。うん？こういうことか。下に、あー一回ちょっと回復だな、こりゃグフー。あ、アギ撃ってみようぜ。おりゃ、おお、やっぱり弱点か。殴っとけ。今回アギ撃ってみよう。うん。いやー、うっ、マジか。ドルミったんだが。うわっ、テラって何？かすりもしない。はあ、なんだテラって。わかりましたな。うん、次で覚えんのかなスキル俺。うん、ぬーんってなる。ちょ、回復しとけ。うん、どっちにしもあっちまで戻るしな。あ、でも左まだ行ってないな。大丈夫かな。一旦戻っとけ。うん、凍結ブレイクをふんだんに使っていくスタイル。ぬーん、回してぬーん、
あ、やばいな、マジでなくなってきたな。おりゃやんなくていいのかな。おお、え、何それ。あ、クリティカルアクションか、いいね。うん、スキルの覚えるやつはレベルとは別に覚えるっぽいね。溜まったら上がる。回復しとけ。あ、お金がちょっと溜まった。一応セーブ。うん、行ってない方行ってみっか、とりあえず。よし、セーブ早いな。うん、セーブが早いゲームはいいね。あとロード。上になんかある？なんかぐるぐる回ってるんだけど。こっちの奥行ってみよう、とりあえず。おう、ガキだ。残念。安い。これ殴っていけんだろ。3ターンを要する。ザンとジオ2種類持ってんのか。かっこいい。お、わかりましたな。食らいつき地獄好き、やった。うん、敵単体に物理の小ダメ、単体に小ダメージ半取って何？倒して AP を取る。なるほど。あ、2個とも入れればいいの。うん、へえ、こんな感じなんだな。うん、開かない。力がかかっているらしい。じゃあ普通に行くしかないか。毛量やってみっか、試しに。食らいつき、回す、地獄好き。おう、あと殴っとく。ドドドドドドン。あ、ギリギリ上がんねえ。うん、AP ってなんだ、 AP アビリティポイント。だからあれかな、スキル覚えるときのやつ。ん？ AP、 あああれか。アルジラさんはいつ覚えるんですかね。これでもあれか、これなんか色が違うんだよな、さっきから見てると。まだ覚えないよってことなのかな。内臓テラ、事変ブレイク。なるほど。うん、マスターって書いてもうなんかわかんない。まあいいや。こっちいいんだよな。うん、スチャチャ。おう、エンプーサ。じゃあそしてやはりこれを重宝する。ね、杖殴っとけ。で回してもう一回殴る。おお、いい感じだ。分かった。うん、3つか。力、まあ
うん、オッケー。すっげえバランス型でいい。ん？はって座って、あ、ここがあれか、上げたところか。もうチキン固まれ、きたー、おいしい。あ、やっぱそっちじゃない。まあいいか。まだ落ちねえの。結構やるな。おお、天然のクリが出た。ヒートが弱点になるのか。お、物理で押す。なるほどなるほど。オッケー、ディアットケ。うむ、あ、ハルジラさんオッケー。エンプーサー、とりあえずこれ貼っとけってことか。でアギを打っとけ、うん、で回して殴る、うん。やっぱ光ってねえな、アルジラさんのやつ。うん、時じゃないのか、まだ。ぐわー、回復もったいねえ。しょうがないよね。なるかなんないかなんか分かんないしな。おった、回復があるということはボス戦かな。下なんかあんのかな。とりあえず降りてみて。あ、ある。チルルン、白菜だ。何、ジュエル。 HP 全開、こう戦闘不能。あー、サマリカムじゃねえ、なんだっけ、ハンゴン効果。チャクラチップ、こっちにもある。うん、アイスボールだから、あれか、ブフ系の強血ダメージ、ショーだからマハブフか。うん、エンプーさん、おりゃー。トゥー、今レベルみんな6か。うん、回復しとけ。よし、アルジラさんはまだ覚えないんだな。うん、なんかあるかな。じゃあまあねえか、じゃあ行こう。ほら、来るな。ハリー、この力は一体何なの。そんなことはどうでもいい。あの女は一体何者だ。女、やめてくれ、俺は何も知らねえ。
なぜ知らない。他にはお前たちしかいなかった。あの娘は何者だ。なぜあんなところにいた。答えろハーリー。なんでこのあの娘のことが気になるんだ。やめ、本当に何も知らん。そうか、一個だけ分かったぜ。食われる前に食っちまえばいいんだよな。ゼブラ、とりあえずまず属性攻撃。あ、アギ撃っとく。アギはブロック。うん、で回してアギ撃ってきそうなんだな。じゃあ、グフ打って、とりあえずあれだ、火炎ブレイクを貼っておく。わかんないけど、うん、どうすっか。で回す、殴ってバイオクロー撃ってこない。ふむ、まあいいや、貼っとけ一応。いや、打ってきてからでいいかな。殴って殴る。あ、今のもう一回ブフでよかった。串刺し。え、ブロック。おお、アギ系か、やっぱり。あ、やっといてよかった。うん、ひたすらもうこれでいこう。回して、なんでブフ、ほい、氷寄る、おらー、ファヤーグリーバー、氷結無効、張り寄るな。どうしよう。じゃあ殴りに行かない。ブレイク。回して殴る。ん？モベロ？これあかんやつやな、当たると。うん、なんとなく分かってきたぞこのゲーム。バイオクロー撃っとけ。おりゃ、安いな。うん、通らぬよ。あ、弱っている。うん、これ安定か。レベルここまで上げとかないと結構きついだろうな。じゃあ、待って、あ、やばい、行っちゃった。あ、終わった。チュートリアルステージ、超上がる、ヒートだけ上がらねえ。ういっす、うーむ、力を上げて、速さ上げて、どうしよう。まあいいでしょう。やった、みなぎっている。あ、 MP 回復もあるんだね。
ハーリーの野郎は何も知らなかった。アジトへ戻るぞ。体がだるい。サーフ、早くアジトに。取ってないもんがぼちぼちあるから、後でもう一回回収しに行きたいっすね。うん、うん、エンブリオンに従う。なるほど。大丈夫か、アルジラさん。アルジラさんの声優さんさ、俺の大好きな東間由美さんだったんだが、嬉しすぎる。あれですよ、ロードス当選記のディードリッドとか、バルキリープロファイルのあれ、プラチナ、プラチナじゃない、それ普通の方の名前のやつだ。なんだったっけ。うん、そうだよね。あ、ショットガンだっけ。うん、あれだ、弾薬買っとこっか。うん、これは1人分。でも3個買えるってことはそういうことだよな。とりあえず1個買ってみて、どういうもんか見てみよう。あ、いかん。これで銃撃てるようになるってこと？物理属性と銃属性って違うのかな。アイテムでいいのかな。攻撃力が単純に上がるってこと？うん、通常弾なのか今。よし、じゃあみんなに、あ、でもどうなんだろう、増えんのかな。まあ増えたらとりあえず売ればいいか。あと2つください。 OK。 あ、ほんで通常弾を売れっちゅう話か。ほい、アルジラさんかわいいよ。あ、でもあれか、まあいいや、とりあえず取っとこう。体調が悪そうなんで帰りますか。じゃあ、あん中はまだ敵とか出んのかな。まあ出るよね。うん、さすがに。うん、戦い方がなんとなく分かった。うん、要するにあれはあれなんだよね。なんだろう、すごい氷結限定のテトラカ的なもの。うん、テトラカじゃない、マカラカか。はい、隊列が変われば戦法も変わる、戦術の幅も広がる。はい、いや大丈夫っす。あっこ、そういえば行けるようになったのかな、壁張ってあるとこ。行けねえかなまだ。うん、一応見てく。ヒート、ゲイルが急に。飢えてんのかゲイル、俺を食いてえか。
今の言葉は何だ。歌よ。今のが歌。そう、歌。お前は何者だ。私はセラ。みんなを助けに来たの。助けに来たってどこから。わからない。何も覚えてないの。覚えてるのはみんなを助けたいってことだけ。論理に矛盾がある。我々はお前のことなど知らない。お前も何も覚えていないと。よって助けられる言われもない。理解不能だ。ごめんなさい。でも私さっきの歌聞いたことがある。俺もだ。俺はない。理解不能だ。ごめんなさい。だけどこの子がいれば味方同士食らい合わなくて済むわ。もしかしたら元に戻ることだって分かってるはずだ。てめえん中の上と力を変わったんだよ。俺たちはもう戻れないってこと。いずれにしてもこれでは拉致が開かない。カルマ教会の身元。カルマ教会からの自達である。各トライブの長は地球教会に賛同せよ。召喚の案件は何だ。聴聞当案件への質問は許可されていない。地球教会に賛同せよ。おさ会議、うん、心なしかみんなの感情がちょっとあれになってきたような。いや、ことがことだからかな。わかりました。はい、桑島宝子かな。うん、いい声だね。うん、それでかいです。いないの。あ、いたいた。かわいいの。というわけで、まあ、最初のあれですか、ダンジョンクリアしたっちゅうことでこの辺で切りたいと思います。うん、他のやつらはまだ使えんのかな。ちょっと使いたいですね。じゃあお疲れ様です。